皆さんこんにちは。2020年9月7日に勝木和也選手とのトレードで千葉ロッテマリーンズに移籍し、彗星のごとくチームのセットアッパーとして勝利に貢献した沢村博一投手。球威のあるストレートとスプリットはパリーグを代表する打者たちですら手玉に取ってましたね。今回はそんな沢村博一選手について詳しく見ていきたいと思います。沢村博一選手は1988年4月3日生まれの36歳、身長184センチ、体重105キロで栃木県栃木市出身。佐野日本大学高等学校から中央大学を得て、2010年にドラフト1位で読売ジャイアンツに入団し、2020年9月7日にトレードで千葉ロッテマリーンズに移籍、2021年にボストンレッドソックスに移籍を果たします。背番号はレッドソックスの先輩である上原浩二さんと同じ19です。その後2023年に千葉ロッテマリーンズに復帰、背番号は54です。沢村博一投手は2020年にリリーフとして自己最速 159km 毎時を計測し、スプリットは最速 152km 毎時。最強打者柳田悠岐選手ですら打ちあぐねるレベルです。スプリットとストレートの球速が近いことと、打者の近くに来るまで落ちないことが一流打者たちといえど見極めが難しいのだと思います。勝ちパターンを任せるにふさわしい投手ですね。そんな沢村博一投手ですが、プロ入りしてすぐの年、2011年のオフに元日本テレビのアナウンサー森牧さんと結婚していたことが分かりました。現在は10カラット所属のフリーアナウンサーとして活躍しているそうです。沢村博一投手とは7歳年差だとの情報ですが、年齢を感じさせない美しさがありますね。結婚した森牧さんとは沢村博一投手が大学時代から交際していたとのこと。しかし早めの決断、結婚によって沢村博一投手は野球に全集中するのかと思いきや、約1年半の結婚生活を経て離婚に至りました。結婚後のインタビューでは、気を使わないので一緒にいて楽とコメントしていた沢村博一投手だっただけに、元嫁森牧さんとのスピード離婚の理由は一体何なのか気になるところですね。そんな気になる離婚理由について2つの噂がありました。離婚理由で噂になっていたのは沢村博一投手の DV とダブル不倫です。あくまで噂だから確定ではありません。 DV とは配偶者や恋人、親密な関係にある人に対して暴力を振るうことで、おそらくこの理由に関してはもともと気性が荒いと言われている沢村博一投手だからこそ浮上してきた理由ではないかと思います。ダブル不倫に関しては、結婚後の沢村博一投手は夜遊びが多かったみたいで、地方へ遠征に行った際は特にハメを外していたのだとか。厳しい勝負の世界で日頃から真剣勝負している沢村博一投手の唯一の息抜きだったのかもしれませんね。一方で元嫁森牧さんは沢村博一投手の全面サポートに徹するため、結婚後に雑穀アドバイザーと食生活アドバイザー3級の資格を取り、9年勤めた日本テレビを退社するなど全力で尽くしていました。もともと料理が得意な上に資格を取得するという鬼に金棒状態で、沢村博一投手にとっては至れり尽くせりだったと思いますね。しかしどんなに尽くしてもなかなか自宅に帰ってこない沢村博一投手とのすれ違い生活に嫌気がさし、元嫁森牧さんも日本テレビアナウンサーの上重聡さんと不倫したと週刊誌に報道されていました。こういった経緯があり、双方のダブル不倫が原因でスピード離婚に至ったのではないかとも噂されていましたね。これに対して沢村博一投手の実の母沢村和子さんが、価値観にズレがあったということのようです。でも当人同士で決めたことですから従うしかありませんね。世間で言われているような軽はずみな理由で離婚したわけではありません。去年の正月も2人で実家に来ていますが、彼女はとても素晴らしい女性でした。結婚式もあれだけ派手になってしまいましたから、私も残念です。ただ2人で話し合った上で
決めたことですからね。再婚、しばらくないでしょうね、と話してくれていました。決して、DV やダブル不倫が理由で、離婚したのではないそうです。さらに、元嫁、森巻さんは、不倫相手とされた上重聡さんについても、連絡先も知らない、とコメントし、続けて、こうやって、身に覚えのないことが、踊るんだと思って、すごく世間が怖くなった瞬間がありましたね、と、吐露していました。元嫁、森巻さんも、週刊誌での、離婚理由をバッサリ完全否定していました。証拠も確証もないのに、DV だダブル不倫だと噂を立てるのはよくありませんね。ちなみに、元嫁、森巻さんは、2017年2月に年上経営者の男性と、再婚を果たしたとのこと。再婚相手の男性は、ムーミンなどの海外アニメの翻訳などを手掛ける株式会社タトル森エージェンシーの社長森健一さん。慶応大学卒業後にアメリカのスタンドフォード大学大学院に進学した秀才でイケメンな男性だと言われています。元嫁森巻さんと同じ名字という偶然なのか運命なのか、すごくご縁を感じる再婚相手ですね。本当に良かったと思います。沢村博一投手との間には子供はいないとのことですし、再婚相手の男性はお金にも余裕がありそうですから、末永くお幸せに過ごしてもらいたいですね。ということで、沢村博一投手と元嫁の森巻さんの離婚理由は、お互いの価値観のズレが理由で円満離婚だったということが分かりました。ちなみに、元嫁の森巻さんとのスピード離婚を経て、森巻さんの方は再婚を果たしましたが、現時点での沢村博一投手の彼女&再婚情報は全くありませんでした。沢村博一投手の母和子さんが、再婚はしばらくないでしょうねと話していた通り、本人もしばらく結婚は考えていないかもしれないですね。もしかしたら情報がないだけで彼女の存在はいるかもしれません。次に激しい性格と噂の沢村博一投手、勝ちパターンでの8回のマウンドを託されているので、アドレナリン全開でしょうし、抑えた時の雄たけびは格好良さと同じくらい激しい性格の印象が強く刻み込まれますね。そんな沢村博一投手の悪評が噂され出したきっかけは2つあって、1つは元嫁森巻さんとの離婚理由が沢村博一投手による DV だったのではないかと広まったこと。結果的にそういった事実や確証はなく、元嫁森巻さん自身も否定していたことから、デマ情報の可能性が高いと分かりましたね。もう1つは2014年に六本木のクラブで起きた六本木クラブ暴行事件で、沢村博一投手が26歳で巨人時代の時に週刊文春から報じられたそうです。事件名がとてもじゃないけど穏やかではありませんね。暴行事件の内容は、六本木のクラブで遊んでいた沢村博一投手が同じフロアにいた男性とトラブルになり暴行を加えたという事件です。また別の暴行事件で、飲食店ビルのエレベーターの中、泥酔していた沢村博一投手は、たまたま同乗した一般人男性に向かって、いきなり胸ぐらをつかみかかり、そして、有無を言わせず首根っこを締め上げ、そのままエレベーターの壁に叩きつける、暴行事件も起こしたそうです。内容だけ聞くと、沢村博一投手の性格云々の前に、人として絶対やってはいけない暴行事件ですね。せめてもの擁護するなら、この時の沢村博一投手は極度の成績不振に陥っていました。当時のシーズン初先発のマウンドでは4回4失点、5回まで持たずに降板しています。その翌日には登録が抹消され、2軍落ちとなりました。その苛立ちからこういった暴行事件を起こしてしまったのでしょう。巨人側が手を回したことで示談となり、被害届が取り下げられたことで逮捕とはなりませんでしたが、2度の暴行事件でチームメイトや監督も呆れ返っていたそうです。ネット上でも、終わりやね、こいつカスやな、そろそろ紳士たれはやめた方がいいな、そりゃ離婚するわ、といった声が多く見られました。実際このような暴行事件を起こしてしまったのなら、甘んじて受け入れるしかありませんが、挽回は必ずせねばなりません。しかし本当のところ、沢村博一投手の性格は悪いのか、それとも噂とは正反対なのか、
実際に関わりを持っている人にしかわからないとは思いますが、幼少期の頃を振り返ると両親からはとても厳しく育てられたとのことで、根はすごく真面目であり、そしてまっすぐな性格の持ち主なのだと関係者は話します。暴行事件を起こしたことは決して許される行為ではありませんが、同じことはもう二度とせず、現在進行形で人のためチームのために努力し続けられれば、おのずと自分のためになるでしょうし、それに沢村博一投手は地元栃木市のふるさと大使を務めていますからね。ですから今後は性格が悪いといった噂を少しずつプラスに着実に転換できるでしょうし、全力で応援していきたいと思います。いかがでしたか？今回は沢村博一投手について詳しく見ていきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント残していただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もお待ちしています。それではまた。